らんまん、NHK 総合、第93話で、一人でもこの道を行くと決心した万太郎、神木隆之介に竹雄、志尊淳は、わしは反対じゃと言った。一人で植物学を続けるにはお金がかかること。万太郎には寿恵子、浜辺美波や千歳といった大切な家族がいることを心配してのことだった。けれど万太郎は言う。久枝ちゃんはわしの背中を押してくれた。寿恵子はあや、佐久間由衣と、南宋里見八犬伝について語らう中で、あやや万太郎の生き様を、本当に強い。八犬士みたいと嬉しそうに例え、私なんか、何も取り得ないのに、と口にした。隣にいたあやからすれば、悲しみを乗り越え、どんな困難も冒険するように克服していく寿恵子こそ八犬士だ。寿恵子は誠先生への深い深い愛もあって、違います。全然違います。と返していたものの、竹雄やあや、そして万太郎は寿恵子の強さを知っている。万太郎は寿恵子を、笹のようだという。出会った頃は可愛らしく綺麗、田舎のようだと感じていたが、今は違う。万太郎は、久枝ちゃんはそんなところじゃないと話す。その感心した顔つきから、寿恵子の強さ、たくましさが伺える。大抵の草花は茎の先端から成長するが、笹は節の一つ一つが伸びて一気に背を伸ばす。笹は寒くて厳しい場所でもしっかりと根を張って生きる。万太郎は敬服するような面持ちで、飛び抜けて生きる力が強いがじゃと言った。万太郎が植物採集の旅に出る日、寿恵子と千歳を気にかける万太郎を寿恵子が、そこまで、と制した。寿恵子から、万太郎さん、私たちのこと忘れてくださいと言われ、万太郎は驚く。寿恵子は万太郎と共に歩む覚悟を決めている。万太郎が一心に植物と向き合えればそれでいい、と笑顔で送り出す。佐川に帰る竹雄と綾を見送る場面も強く心に残る。小木圭さん、小木氏さん、いつでもいらしてくださいね。と二人に声をかける寿恵子の笑顔は太陽のように明るかった。寿恵子の天真爛漫さは人の心を明るくする。寿恵子の朗らかでありながら頼もしい姿に、万太郎だけでなく、あらゆる人が勇気づけられているはずだ。寿恵子と言葉を交わす人々の表情は心なしか明るく見える。寿恵子につられて気持ちが明るくなっているようにも感じられるが、寿恵子を演じる浜辺の豊かな表情、明朗な演技の影響もあるだろう。物語の終わり、中尾、小倉久弘の質屋で聞いた卑劣な内容の新聞小説に寿恵子は胸騒ぎを覚え、田辺、要潤の妻、里子、中田青渚に会いに行く。田辺と万太郎の確執もあり、不穏な予感もするが、寿恵子との友情が里子の会となることを願う。